お元気ですか？ボクシビです。今回は 2023BBM ベースボールカード埼玉西武ライオンズヒストリー1950年から2023年の開封動画、今度はね後編の7袋やっていきたいと思います。それではね早速やっていきたいと思います。多分後編の方はねあんまり期待できないかもしれませんけどね、よろしくお願いします。それでは後編の一袋で開けたいと思います。GG 佐藤選手、細川徹捕手、太田拓司外野手、新谷浩史投手、佐藤智明外野手でございます。2袋目でございます。平野健外野手、豊田清投手で、和田和弘外野手でございます。中日にもね在籍しておりました。で、和田和弘外野手のこれノーマルですね。で、松井和夫内野手、現在はね監督でいらっしゃいます。で、3袋目でございます。工藤公康投手、ね、ソフトバンクホークスの、ね、監督も、ね、経験がございます。で、高橋光成投手で、東尾修投手のこれカードでございます。塩崎哲也投手で、秋山翔吾外野手、現在はね広島に在籍しております。4袋目でございます。竹之内正志外野手でございます。石井武弘投手でございます。で、角大元投手のカードでございます。赤田翔吾外野手、日本ハムにもね在籍しておりました。オリックスにもね在籍しました。外崎修太内野手、5袋目でございます。おっと失礼しました。土井正広内野手、これはジョージ・ブコビッチ外野手、西岡義弘外野手、今井達也投手、伊藤仁捕手で、西武とロッテの監督を、ね、経験しております。6袋目でございます。三原修監督の下、黄金期待を築くカードでございます。はい、森重和投手でございます。で、オレステス・デストラーデ内野手のこれカードでございます。で、戸上健投手でございます。西口文也投手でございます。で、最後の7袋目でございます。浅村秀人内野手、現在はね楽天に在籍しております。立花義家外野手で、三原修監督の下、黄金時代を築くのカードでございます。石井隆投手で、最後は平良海馬投手でございます。
以上で 2023BBM ベースボールカード埼玉西武ライオンズヒストリー1950年から2023年の開封動画後編の7袋終わりたいと思います。後編の方はね、ノーマルとね、レアカードのみでございます。だけどね、もし興味があったらね、よろしくお願いいたします。ちなみにね、明日もね、やりますので、よろしくお願いいたします。ちなみにですね、私のメンバーシップは、よりマニアックな、カード、開封動画をやっております。気まぐれですが、たまにですが、変わったね、ありましたら、こういうふうにメンバーシップ限定で、やっていますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。